のトロピカルレース。ベンダーベンダーファンの皆様、本日はここカリブ海からお送りします。まずはセントジョン島のスタートラインから。あ、誰か助けて。さあスタート。次々とトロピカルパラダイスの中を走り抜けるレースカーたち。おっとっとっと、砂浜にタイヤを取られました。どうだい、これでぴったりだ。この俺様の特製メロン爆弾を奴らにお見舞いして全員ぶっ潰してやるってわけだ。ケンケン、あいつしたらそいつをぴったしコンと落とせよ。わかったわかった。これで俺様が優勝だ。ブラックマオ、そんなに大きなシロアリの巣の下で何やってんの。シロアリ、そんな早く言ってくれなきゃ。いや、ブラックマオ、シロアリに食べられちゃったかな。うう、つくしょう。レースはこれからセントジョン島を離れホーマス島へのクルージングだ。猫じゃらし GT4 トップです。このままゴールか。おっと、魚に引っ張られて逆戻り。一方こちらはウィンドサーフィン大会にはワニゴリーバギーサンバルバルの乱入だ。おっと、サーフィン大会の優勝さらうつもりか。おいおいおい、そこは違うんでば、ウォーリーマギーラ。もちろんその優勝カップも違うよ。さあセントトーマス島のクルージングパーク、クルーザーが全部集まった。レースカーも次々に上陸だ。みんな頑張って。おっと、キャタピラマーク2、1台だけショッピングかい。ショッピング、そんなつもりないけど、車が勝手に。大地、お金なんか持ってないわよ。ブレーキが効かないよ。あー、とにかく。おまわりさんに捕まらなかったらレースに戻っておいで。キンキン、バナナジュースなんか飲んでないで手伝え。よし。この罠で間抜けな奴らをみんなリタイアさせてやるんだ。よし、ケンケン、手離せ。うわっ、うわっ、なんとかしろ、ケンケン。邪魔ないね。グラスボートのクルーズはカリブ海旅行のハイライトだ。海の中が存分に楽しめるね。おや、ブラックマオ、海の中が気に入ったのかい。トップのレスカーは早くもセントポイントへ渡ろうとしている。待ってろよ、ドカンと一発ぶっ飛ばしてやるからな。これでレースは俺様の飽きたぞ。ケンケン、火をつけろ。あ、いつもこうなんだからやってられない。いけ。このこのこの、なんでこうなるのよ。山を上がって下っていよいよフィニッシュだ。骨付き Z700 一気にトップへ。しっかり捕まったのよ。これはこれは驚いた驚いた。一着は骨付き Z700、 今夜のパーティーのゲストに決定だよ。この魚のフライ美味しいね、パパ。ああそうだな。それにこの音楽も気に入ったよ。パパにも楽器があればな。わかった、パパ、僕に任せてよ。スイッチオンと。素晴らしい、オギー、ありがとうよ。